こんにちは、H2SXSE です。5月21日土曜日、SSTR に参加した私。ゴールした後に、あんなことになるなんて。そこやな。おはようございます、ぐちです。おはようございます、さきのすけです。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。海じゃ。現在、朝の42分。朝の4時42分。前島です。我々は今から、一路、石川県千里浜まで、SSTR2022 に参加のため、はい、H2SXSE。これでタンデムで行ってみたいと思います。我々の、ゼッケンは、3838。なんか考えて。サンバ。サンバ。サンバってどんな踊り？はい。あと10分ほどで日の出になるので、10分後歩行をスタートしたいと思いますが、だいぶ明るくなってきました。曇ってるから全然分からない。そうやな。曇ってるからちょっと日の出がわからんけど、だいぶ明るくなってきました。はい、4時53分夜明け、日の出が見えないが日の出の時間となりました。何も見えません。何もねえが時間になったので出発したいと。最初のゴール地点、目標地はアグリです。ここで道の駅に行きたいと思います。さあ、これから8時間、バイク乗ってる時間8時間、はい、石川県まで行きますよ。乗ってるし、何も取れんかったな。そうやな、乗ってたんと違う。何を思い描いたの？橋渡るところか、空がちょっと赤くて、出発やみたいな感じになると思って。新しい日本の夜明けじゃん。どんでんや。雨降ってる。むしろ雨降ってる。ほら、目視に。もう車についていけばいいか。ETC 専用車両ないんや。さあ、行きますよ、高速道路。ワープじゃ、ワープ。スーパーチャージャーの本当の力見せてもらおうか。石川県。まもなく千里浜です。ここまでせこせこと走ってきまして、カメラを回しませんでした。だって疲れるもん。もうお前元ブロガーの風上にも置けんやつや。で、今から行こうと思いますが、ていうかさっきからなんか帰ってると思われる人が多いよね。多分もう終わって帰ってる道ですよみたいな。我々まだついてません。眠い。お前寝てたやん。お前途中サービスエリアで寝てたやんけ。5分ぐらいやろ。結構寝てて気にした。使ったで。お前や。はい、じゃあ行きます。ラストラン。前走るみんなそうだよね。目的はみんな同じ。さて、明之助、ここまで走ってみてどうでしたか？ああ、ですか。うん。高速やし。言うたらあかん。下道で来たんや、我々は。ああ。何
や高速道路って。こんな文明の力を使う貧弱な者に育った覚えないぞ。あ、でもあれだね、あの、うん、途中ポイント稼ぎでいっぱい休憩したからさ、うん、ポイント稼ぎってなんや。そんなにこう疲れなかったかな。お、石川県はどうですか。山しか見てないよ。ちょっと日本海がちらっと見えてくれる。あれや、もうヘルザフ引いたから大丈夫です。ヘルザフ引いたから。まあな、ちゃんと嫁の尻を守りましたよ。お前あの赤い板を持ってないやろ。いた？いた。左の中にある。そうやろな、いつでも出せる状態ちゃうやろ。役に立たないんちゃう、それ。役に立たないやつじゃないの。せやな。そう、埋もれれーって言わなかったんですよね。そん時は手出せよ、板の代わり。メリ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 メ上映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 とりあえず右。まあ千里浜ドライブウェイとは書いてあるけどな。うん。あ、並んでるじゃん。合ってんじゃん。ああ。この人たちについていこう。わかんないからついていこう。ああ、よかったよかった。ウェルカムって書いてあるから合ってんじゃん。もう一回吹き直しとこう。お、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 間違いないさそう。お。オムライスの街。なんか赤い人線じゃない、赤い人だろ。さあ来た、千里浜。おお、すげえ、見て、あっちゃん、海が。何何、パンダがおる。ほら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 、すごいすごい、ほら、すごい。これ晴れてたらもっとすごいんやろうな。すごい。はい。おお。止まらずにおすすめくださいって言われてるけど。すげえ。どこまで行ったらいい。すごい。レブルはいる。レブルおる？おった。今日初めてレブルみたい。いないんちゃうかと思う。うん。いたいた、よかった。え、これコールどこ？心あれ？わかんない。もう誰が誰にか全然わからへん。ゴール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 、なんかわからんけどゴール。え、なんだ、まだ言っていい。ゴール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 、こっち。お、あ、板くれるんや。あ、板くれる。おお。この板あると倒れそう。この板分だけ倒れそう。いけるか、ちょっとけて、板。うん、板倒、右に倒れそう。よいしょ。とりあえず、ゴール。ゴールです、まず。ゴールです。距離は470キロ、快適であっという間だったでしょ。海岸で佇む私の写真をたくさん撮ってね。あれ、なんだかおかしい。見た、い、何が起きたのかしら。気がついたら私は砂まみれで
グッチさんが悲しそうな顔でうつむいていたの。なんだか砂にまみれた左側が痛い気がする。私帰りはちゃんと走れるかしら。道際は思った以上に地面が緩くなっていたみたいです。皆さんもお気をつけくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。